こんにちは、ボルドゥールサロンヨーカです。今回はオープンピコットについてお話ししたいと思います。前回の動画ではこちらのピコット、いわゆる小さなつぶつぶをこう作っていくステッチのお話をしたんですけれども、今回はこちら、こう穴が開いているこうオープンピコットの刺し方です。こうつぶつぶしてるんですけれども、ここがちっちゃな輪っかみたいになって、とっても可愛らしいステッチなんですね。で、こちらのピコットもこのオープンピコットもこうかがりながら小さなつぶつぶを作っていくというのは同じなんですけれども、これそれぞれのつぶつぶの作り方は違ってるんですね。で、こちらのピコットの刺し方に関しましては、前回の動画を見ていただくとよくお分かりになるかなと思うんですけれども、概要欄の方にこのピコットを刺す動画のリンク先貼っておきますので、まだご覧になっていらっしゃらない方はそちらからチェックしてみていただくといいかなと思います。というわけで、今回はこちらのオープンピコットの刺し方をやっていきたいと思います。ここのこう輪っかになるところ、普通のピコットとは針の動かし方が一部違っていますので、そのあたりにも注目していただくと、こうオープンピコットが綺麗に刺せるようになるかと思います。というわけで、早速このオープンピコット刺していってみたいと思います。Thank you.